プレゼントを渡しますね。ササルさん、はい、プレゼントあります。え、マジで？実はマジか。ちょっと渡すタイミングわからんかったですけど、え、今渡しですか。ハマちゃん、アイヤーな死に、アイヤー、アイヤーありがとう。せっかくのタイミングで、あ、一緒に食べに行ったんで。ハッピーバースデーオーレー、はい、ちょっとみんなで相談して選んだんで。マジですか。はい、ありがとうございます。ちょっと開けてみてください。いいですか。はい、ちょっと多分新しいところ攻めてみようかなっていう。なんで？オーバーホール？サスペンダーですね。サスペンダーと、はい、オーバーホールサスペンダーと、すごっ。そしてちょっとこれ見れたら面白いかなっていう感じ。あ、すげえ。あ、これはあれですね、タイピンですね。魚のね。そうそうそう、魚のあのネクタイピンですね。そう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 、これいい。はい、ごめんごめん。あ、いいです。これと、これは超ネクタイ一回もつけたことない。ないでしょ。いや、なんか、うん、結構ホスト格好の時に、決まってるってなって、はい、ちょっと他のファッションを見てみたいよねってなったんですよね。マジっすか。だから、このサスペンダー、ワイシャツ、蝶ネクタイバージョンやったら、かっこいいんじゃないかってなって。え、じゃあ次これでやってみる。うん、なんかどっかのタイミングがあれば、ちょっと来てほしいなっていう。うん、おー、ありがとう。はいはいはい。で、タイピンは別に、まあ、ネクタイ締める時に、可愛いんでこれ、つけてみたらどうかなっていう。ありがとうございます。はいはいはい。じゃあこれちょっと やってみます。はい、ちょっと僕からのプレゼントを。ああ、ありがとうございます。視聴者さんと一緒に考えましたね、これ。やると？視聴者さんと一緒に。ああ、うん、こんなのがいいんじゃないかっていう。リスナーさんありがとうございます。はいはい、すごい。ちょっと渡すタイミングが分かんなかったんで、今だったんですけど。ハマちゃん、だからなんかもじもじしてた。もじもじしてた？死にもじもじしてた。バレてたなんか。もじもじしてから。あ、ですか。ああ。なんかサプライズしてんのかなとか。バレてた？告ろうとしてんのかなとか。ありがとうございます。はいはいはい、あのリスナーさんもね、うん、ありがとうございます。どっかのタイミングがあればこれでイベント出るとか、はい、ちょっとやってみたら、はい、嬉しいかなっていう。撮影でも使います。はいはい、よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと付随した話で質問があったんで、それ取りましょう、ね。はい、いいですか。じゃあちょっと質問コーナーを。はい、質問コーナー、はい、質問来てたんで。どんな質問ですか。投げたいと思います。じゃあいきます。はい、誕生日プレゼントで思い出に残ってるものは何ですか。はい、今までのやつですね。誕生日プレゼントで。あります？いろいろあったと思うんですけど、ちっちゃい時から、最近から。ちっちゃい時から、最近から、うん。なんとなく印象に残ってる。ものとか、こととかでもいいですけど、体験とか。誕生日プレゼント。ありすぎてわからんか。うん？いや、まあ長いからね、37年って。それ。長いからね。確かにね。なかなか難しい。長いからね、人生。うん、まあ、覚えてる範囲で。まあ、いっぱいあると思うんですけど、もちろん。うん。ちょっと思い出す範囲であれば。ああ、そうっすね。まあ、まあ、やっぱりあれっすね。まあ、ものではないんだけど、はいはい、やっぱり去年の、その、誕生日の時に、はい、僕は大阪ね、まあ、ハムちゃんも、あれやけど、大阪じゃない、ごめん、名古屋。名古屋。名古屋に、うん、行って、名古屋でほら、オフ会して、はい、そこで誕生日も祝ってもらった。ああ、なるほど。うん。で、リスナーさんがみんな、おめでとうと言ってくれて、はいはい、で、母親の手紙とかね、うんうん、私の、家族の、メッセージなどもあってね。ありましたね。うん、やっぱりそこはちょっとね、思い出に残ってますね。なるほどね。はい、ちょっと良かったですね、うん。ありがとうございます。はい、わかりました。うん、次、はい、これ全然誕生日と関係ないんですけど、はい、こっから。はい、あ、これ関係あるか、うん。この向こう1年での誕生日迎えて、これから1年、来年、はい、年が変わるまでの間で目標。はい、ここ直近1年ってことですね、要は。ここ1年の目標。今後のっていうより、この1年で要はできそうなこととやりたいことっていう。まあ、そうですね、やっぱり去年あたりから、僕はその地域のとか、子供たちのなんかイベントとか、はい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 、そういうの、出れないかなって模索し、ね、模索して、うん、まあね、ありがたいことに出させていただいてるんだけど、やっぱりね、まあ、最初にね、自分がポッパーって、やりだしてるけど、うんうん、やっぱね、ハイサイでもそういうのができないかなとか。ああ、なるほどね。うん、まあハイサイがやれる、ね、やるかどうかは分からないけど、そこは、うん、やっぱり忙しいってのもあるし、はいはいはい、うん、みんなのスケジュールっていうのもやっぱあるけど、うん、やっぱりなんていうかな、まあハイサイが、まあなんですかね、まあ、地域にとって身近な存在になれるように。おお、なるほど、ね、うん、素晴らしい。まあ、なんか言ったら、まあ、ハイサイ呼べばいいんじゃんっていう、うん、あなかったらハイサイ、出れるよとか、うんうん、まあハイサイが、まあ僕のも、まあこれ来年じゃなくてもいいんだけど、うんうん、その目標としては
ハイサイがあのまず CM に出れるとか、はいはい、コンビニのポスターとか、あの万引き防止とか、はいはいはい、あるじゃん。マチコンのポスターじゃなくて、そうマチコンじゃない、マチコンじゃ木山商店さんとかありますね、よくやるさ、飲酒運転は飲酒運転やめよう、はい、ありますね。ああいう、なんていうかな、あの、あ、なるほど、なんですかね、身近に、はい、そのね、沖縄県の身近な人たちっていう、うんうん、イコールもハイサイだよなってなってくれたら僕はいいなって。できれば地域とか、はいはいはい、はい、まあ、別にそれが成功とか、うん、あのお金儲けれるかなんて1ミリも考えてないけど、うんうん、まあ、そういうね、あの、まあ、せっかく沖縄にあの来ないでね、僕ら、ね、まあ、生まれて、ね、こういうふうに活動ができてるので、うん、なんか沖縄に貢献できることがね、あの、まあ、去年よりも今年はもっとあのいろいろ前に出ていけたらなと思いますね。なるほど、素晴らしい、うん、あ、そういう質問も来たんですよ、はいはい、個人活動結構いっぱいやってるみたいですけど、はい、目的は何ですかっていうか、なぜやってるんですかってなったら、そういうのをちょっとですね、今答えたようなことが、あ、そうですね、うん、自分がですね、まあ、去年、初めて有給みたいなのを使って、うん、はいはいはい、うん、今までハイサイ1年近くぐらい自分の予定入れたこと、うんうん、そうっすよね、1回しかないんです。結構休みなかったっすよね、うん、自分で入れたの1回しかないんですよ、はいはい、今まで、うん、この去年、まあ、この活動するまで、うんうん、1回しかないんですよ、1年、うん、1年通して1回ぐらい、うん、あと8ヶ月ずっと、もうあの全部ハイサイにも任してる、うん、何ヶ月もハイサイにもずっと任してる、うん、そうっすね、遠征も毎日行くよ、別に、はいはい、あの一切そのなんていうの、外と変わることっていうのはあんまなかったんですよ、うんうん、もう手一杯で、うんうん、で、まあ、こうちゃんママも抜けるとか、はい、まあ、まあ、いろいろ配線の中で変化があったときに、うん、あ、ちょっともう肩の力、前までね、あのトップスピードで走り続けて、うん、やっぱ温度差っていうのもやっぱあったんですよね、うん、温度差、うん、なんか、うん、なんかちょっと俺なんかハードル、なんかプレッシャー与えるではないけど、うん、なんか自分の中でなんかようわからんハードル高くしてないかと思って、自分自身で自分を、そうそう、自分だったりとか、まあ、周りもね、それがね、いいかなんか知らないさね、はいはいはい、まあ、いい影響もあるかもしれないし、うん、逆に悪いかもしれない、うん、っていう中で、まあ、ちょっとね、休んでみるかと、うん、まあ、大阪に兄貴いるから、うんうん、せめて兄貴家族にでも会いに行くかと思って、はいはいはい、で自分休み取ったわけですよ、はいはい、連休取って、うん、で結局その生き方わからんから、うん、でリスナーさんに頼って、やっぱりリスナーさんがみんな助けてくれたから、うん、助けてくれて、あんなもうたくさんの人が目的地だったり、で自分が台風で帰れないってなった時も、うんうん、こう周りがね、みんなリスナーさんが助けてくれたから、はい、やっぱりそういう風になった時に、うん、あ、やっぱ俺たちは助けられてるんだなと思って、うんうんうん、じゃあせっかくまあ沖縄だし、まあ、沖縄でも知ってる人いっぱいいるから、この今まで関わることのなかった人たち、ね、できれば子供たち、地域のために何かやりたいと思って始めたのがこのきっかけだったっていう。なるほど、素晴らしいね、うん、これがその、うん、やっぱり自分がやろうと思って、で今、ね、走り出したから、うん、ここでね、なんか変な感じでやめるのも、うん、もったいないじゃないですか、うん、できる限りのことはね、うん、やりたいな、恩返ししたいなとか、うん、だからまあ来月はその伊江島、はいはいはい、伊江島で、うん、そのハーリー大会っていうのがあって、入ってましたね、その時に、うん、伊江島の方から、はい、ハイサイ出てくれませんかと言われて、うん、あ、俺自分は個人でもいいですよと、うん、個人で出るの全然いいですよっつって、うん、で他のメンバーとかどんなかっつって、で一応その時ツーバーがいるから、ツーバーどんなんじゃないですか、うん、ツーバー出てもいいですよっつって、はい、言ってくれたから、はい、で出ますって、うん、で宇武さんが聞いたら出れます、うん、で徳宗養鶏場の ウェインさん、はい、ゆうさん社長ね、そうそうそう、うん、あの人もその今までずっと何年も地域のことをやってで、それで助けられて養鶏場がやっとね、助けてもらって、この軌道に乗ってっていう、もう地域密着型の人だから、はいはい、まあ、そこで自分も行き通ずることがあって、うん、まあ、一緒にユニットみたいなの組んでるんだけど、うんうん、そういう本当に、まあ、そのユニットとハイサイで、うんうんうん、こう、伊江島のハーリー大会出させていただけるというね、はいはいはい、ことになったんですよ、うん、だからもう、なんか地域のことを、まあ、その沖縄本島だけじゃなくて、地域のもやっぱり出ていきたいなと。思ってますね。なるほど、うん、まあ、結構なんか何ヶ月かやってるじゃないですか、うん、結構逆に課題点ってあるんですか、こうちょっともうちょっとこうした方がいいかなっていう自分なりにあります、ね、ああ課題点、うん、あ、この個人でやってることって、うん、はいはいはい、やってみて実際、MC 力っていうのは MC 力ああ必要だなと思いました。爆発が必要だった、ま、マイクを持ってこう先導するようなホストみたいな、そうそうそう、盛り上げるっていう、ね、俺たちはその配信探偵団で、うん、例えばウームさんのイベントだったりとか、うんうん、何かその往復会だったりとか、うん、そういうのをやってきてるけど、はい、それはそのあくまで
ハイサイのこと好きな人たち、ユーチューバーということを分かっている人たちの目の前で俺たちは喋ってる、はいはいはい、で何を言っても大体受け入れるっていう中で、やっぱり、じゃあ僕は地域の出ましたと、で もちろんそのハイサイなんて知らない、YouTube も見てないっていう人もいっぱいいるわけですよ、はい、そうですね、うん、子供たちに限らず大人もやっぱそうなった時に、僕はいろんな人たちと一緒にね組ませていただいて、うん、そうね、本当は MC いるんだけどちょっと出させてくださいって言って、おまけみたいな感じでいつも出させていただいてるんだけど、もともとその司会やってる人たち超スキルあるわけ、うんうんうん、技術がすごいわけ、うんうんうん、もうほんと勉強してて、もうノートびっしりみたいな、うんうんうん、ノートびっしり、なんかあったらイベントの出店があったら出店の情報バーってびっしり書いてっていう、ああなるほど、うんうん、で一人でも1時間でもずっと喋り続けれるわけ、この人たちって、はいはい、で限られたこの情報を、うん、を全部その使って、うん、そういうのを見て、あ、俺たちにこれ足りないなと思って、なるほどなるほど、やっぱこういう MC 力、うん、そのね、そういう普段ね意識してないことっていうのを意識するっていうのはやっぱ大事だな、うん、ここは足りてなかったなと思います、なるほど、だからそれは今全力で勉強中という、今勉強中とか、うん、まあ、いいですね、うん、学ばさせていただいてます、はい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 、徐々に若造こなして、力ついてる感じはあります、実際にと実感として、一番最初に比べたらまだあれですね、うん、けど自信はないですよ、自信はないけど、やれることはやりたいなと。なるほど、徐々に良くなっていくだろうってことですね、頑張って。そうそうそう、なるほど、素晴らしい目標ですね、うん、分かりました。じゃあ次ですね、うん、次の質問、うん、なんでそんなに明るいんですか。なんでそんなに明るいんですか。何、はい、かあるんですか、心持ちが。明るい、まあ、にこやかで明るいって確かに僕から見てもだいぶ、あ、うん、やっぱりね、笑うことが大事だと、ほうほう、うん、その心は、心は自分の母親がずっと笑うんですよ、しょっちゅう、母親がずっと笑うから、はい、母親がずっと笑うから、それで、はい、多分、まあ、うちの家系もあるんでしょうね、うん、みんな笑うんですよ、めっちゃ、はいはいはい、うん、うちの兄弟も、はい、まあ、そういうのもあるんでしょうね、うん、あとは、まあ、営業してたかっていう、あ、なるほど、接客をやると、はいはいはい、やっぱり笑顔が大事、明るくやっていくのが大事っていう、ね、身についてるっていうのもあるんだ、こう、そう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 、実感として、経験として、ね、うん、ね、大事よ、そこは家庭の環境と仕事の影響が大きいのかなと、ね、そうそうそう、うん、なるほど、わかりました。じゃあちょっと時間もそうなんで最後いきましょうね、はい、人生での目標ありますか。人生での目標、直近じゃなくて死ぬまでにこれは絶対したいとか、こうなりたいとか、そういう人間的なところでもいいし、人間的なところ物事でもいいし、うん、別に金持ちになりたいとか、うん、やっぱりあれ不安はあるよ、将来の不安、俺生活していけるんだろうかっていう不安もあるよ、配線も給料高いわけじゃないから、うん、ね、ただなんていうかな、まあ、自分独身だし、はい、やっぱり思うことがあって、うんうん、こち亀の亮さん、あ、はいはいはい、みたいな人になりたいなっていう、近所から、はい、子供たちから、はいはいはい、年上年下関係なくみんなから、うん、亮さん亮さんって言われて、うん、別にね、尊敬されてるとかではないんだけど、はい、みんなから、ね、うん、気軽に接してもらえるような、あ、そうですね、地域に、はいはいはい、あいつがいたなっていう、うん、いうような、そういう人になりたいなと思いますね。あ、なるほど、素晴らしい、うん、やっぱりそこが、うんうん、まあ、自分は目標かなと。なるほど、分かりました。以上するじゃん、はい、以上ですね。これからはもううるま市の亮さんになれるように、ね、なれるように頑張ります。いや、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい。